中尾秀正は、日本中央競馬会、立党トレーニングセンターに所属している、調教師。祖父が、中尾義蔵元調教師、父は、中尾正元調教師、おじは、中尾健太郎元調教師と、中尾兼次元調教師、いとこにも、調教助手や想定師がいるという、祖父から数えて一世紀近くの間、数多くの者が、競馬に携わってきた、競馬一族の生まれ、 九百八十五年四月に JR 駅映画学校休務員家庭に入学し、七月より父の休者で休務員となり、十一月からは調教助手となった。九百九十八年新規調教師免許の一次試験に合格するも二次試験は不合格となる。九百九十九年二年連続で新規調教師免許の一次試験に合格するも二次試験は 不合格となる。2002年2月に調教師免許を取得する。2004年3月1日付で旧社を12馬房で開業。同期開業には池江大事、東園にあたる宮本博士調教師らがいる。3月7日、初出走となった阪神競馬場での第2競争はビッグティアラが3着となる。6月27日に阪神競馬場での第9競争。 高取特別でビッグドンが勝利し、延べ22頭目でハー初勝利を挙げる。2007年、ネギシステークスをビッググラスが制止重賞初勝利を挙げる。2012年、阪急杯を、マジンプロスパーが制覇。2013年12月23日、アドマイアシャドウが勝利し、JRA 通算200勝達成2016年5月25日、ACL ンが、 フランスメゾン・ラフィット競馬場で行われたモントル・トゥー・ショーで優勝。6月14日にはイギリスの G1 クイーン・アン・ステイクスに出走したが、10着に敗れた。ありがとうございます。